はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、価格帯的にはエントリークラスの、イヤホンになってくるんですけども、スペックもりもりですごいぞという新製品がやってきました。今回レビューをしていくのがこちらでございますということで、こちらがですね、ファーウェイのフリーバッツ 5i っていうですね、新製品になっております。で、このファーウェイのイヤホンですね、フリーバッツ 4i もレビューしていますし、ファーウェイのフラッグシップのイヤホンの、ファーウェイのフリーバッツプロ2もですね、レビューをしまして、特にこのフリーバッツプロ2なんかはめちゃくちゃ評価も高くて、個人的にもね、昨年のこのワイヤレスイヤホンのランキングにもね、登場したというイヤホンになっております。まあ、いつもですね、この想像を一歩超えるようなこの製品とかをね、出してくれていますけども、今回の製品はどうなのかということで、じっくりですね、チェックしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということで今回デビューしていくのがこちらですね。はい、フリーバッツ 5i ということで、まずですね、価格からいきます。こちらの価格がですね、まず通常価格、11,800円という価格になっております。なので、まあ、1万円台前半っていうね、価格帯になっています。で、その価格帯をね、考えてですね、まず同価格帯では最強クラスのノイズキャンセリングの性能が入っています。こちらがですね、42dB のノイズキャンセリング性能がありますよということですね。で、なんとね、この箱にもね、書いてますけども、ハイレゾ対応です。LDAC に対応していますということですね。まあ、さらにね、本体小型化しまして、装着感が向上していたりとか、マルチポイントにも対応してるっていうことで、まあ、機能がもりもり入ったイヤホンということになります。まあ、この価格帯で、まあ、これだけの性能スペックが入っているっていうところがね、まず一つの魅力かなと思います。では実際にですね、中身のデザインとか、外観の方もチェックしていきましょう。はい、ということで、まずね、ケースの方がこちらでございますということで、こちらがですね、カラー3色あるんですけども、アイルブルーっていうカラーと、セラミックホワイト。こちらがネビュラブラックっていうカラーになっています。ちょっと大きく見ていきましょう。はい、ネビュラブラックがこちらですね。ケースはこれマットな質感になっていて、すっごいこれ手触りとかも良好です。まあ、指紋も目立ちにくいケースの素材感になっています。で、こちらね、アイルブルーとなってます。で、このアイルブルーの方も、ネビュラブラックと同じように、まあ、マットでサラサラとした、質感になっていて、これも手触りがすごい良好ですということですね。これもいいです。で、セラミックホワイトに関しては、唯一ね、ちょっと素材が異なっておりまして、はい、こんな感じで、まあ、ツルツルとした光沢感のある、まあ、素材感になっています。なので、ちょっとね、カラーによって少しね、素材感が違っていますよというところがあります。まあ、個人的にはですね、まあ、この2つですね、もうサラッとした質感のケース、すごいいいなと思いますので、まあ、ちょっとこのケースね、チェックしたいという方は、ネビュラブラックかアイルブルーですね、こちらのカラーをチェックしていただければと思います。まずイヤホンに関してこのような形状になっています。まあ、形状はですね、前のモデルとね、そこまで大きくは変わってないんですが、まあ、さらに小型化されて軽量化されているよということで、実際にこの耳に装着した時の装着感がですね、まずかなり良くなってます。で、実際装着してみてですね、ちょっとノイズキャンセリングの性能についてですね、お話をしていきます。まずこちらのノイズキャンセリングですね、デュアルマイクが搭載されているよということで、フィードフォワードマイクの方で、周囲のノイズをカットします。フィードバックマイクの方で、この外耳道内のノイズをカットしますということで、この2つのね、仕組みを使ってノイズを除去していきます。で、さらにですね、この遮音性も向上してます。まあ、より密閉感が高まっているよということで、このパッシブとアクティブのノイズキャンセリングが組み合わさって、まあ、かなりですね、周囲の環境をね、カットしてくれます。一応こちらのノイズキャンセリングにはですね、パワーが3段階ありまして、ウルトラと標準とくつろぎっていうね、3段階があります。で、ウルトラを使っていると相当強いです。まあ、これ体感ではですね、10段階の8ぐらいですね。まあ、かなり強い部類だと思います。で、標準が7ぐらいになって、くつろぎが6ぐらいになるっていう、ね、形のイメージですね。で、実際使ってみて、環境音がですね、結構うるさいところ、激しめのところだと、ウルトラにしていると結構ですね、ノイズカットしてくれてるなっていう体感があります。ただですね、こちら、静かな環境ですね。で、ウルトラで使っているとちょっと圧迫感があるので、そういったまあ静かな環境とかで適度にね、このホワイトノイズとかをかき消したいという時なんかは、このくつろぎモードにしてあげた方がいいのかなというふうに思いました。だからノイズキャンセリングで欲しかった機能としては、まあ、アダプティブですね。自動で調整してくれるノイズキャンセリングも、まあ、ちょっと欲しかったかなっていう気はしました。ただパワー自体はですね、まあ、この価格帯考えた時にかなり強力だと思います。では続いてですね、外音取り込み機能についてですね、こちらもですね、自然です。切り替えは、長押しでいけます。
はい、長押しすると、まあ、ガイドの取り込み機能に入りまして、まあ、周囲の環境をですね、割とこの自然に取り込んでくれます。で、ガイドの取り込みに関しては、このパワーの調整とかはないので、まあ、1段階というかね、機能を入れるか入れないかっていうところになります。まあ、聞こえ方は、個人的にはもう少し強くてもよかったかな。周囲の環境をちょっと大きめに取り込んでもよかったかなっていうぐらいですかね。ただまあ自然には聞こえますし、まあ、会話もできるぐらい。で、アナウンスとか周囲の環境も十分取り込むことができます。こちらもですね、10段階で言うと、まあ、8ぐらいかなっていうところですね。では続いてですね、こちらの音質についてお話をしていきます。コーデックに関しては、こちら SBC と AAC と LDAC に対応してます。で、しっかりとね、このハイレゾ認証も取得しておりまして、20Hz からこの 40kHz の広い周波数帯域を、まあ、再生可能になってますので、まあ、低周波だけじゃなくて、この高周波でも、まあ、高解像度のサウンドを楽しめるようになっているということです。ちなみにドライバーはですね、10ミリのダイナミックドライバーですね。こちらがこのポリマー複合ダイヤフラムを、採用しているということで、まあ、しっかりとこの深みのある低音と、このクリアな高音 このバランスがね、取れている音質になっているということです。ではですね、実際にこちらを使ってですね、このバーチャル視聴ですね、やってみましたので、チェックしてみてください。こんな感じの音質になっております。Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone. My memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood. Sazanami no oto ni はい、ということでバーチャル視聴いかがでしたでしょうか。まずですね、価格帯を考えてほしいんですけども、1万円台前半でこれだけの音質が、まあ、実現できているというところで、かなりですね、費用対効果高いなっていうふうに感じました。低音の量感も十分あります。だけど決してですね、低音だけでゴリゴリ攻めてる感じではなくて、しっかりこの高解像度ですね、解像感の高さもあるんですよ。高音域に関してもこの刺さったりせずにバランスよくクリアに聞こえてくるというところですね。で、まあ、ハイレゾ対応になってますので、この解像感の高さっていうところもあります。まあ、ハイエンドクラスのイヤホンとかと比べると、まあ、さらなるこの低音の深みだったりとか、この音場の広さとかですね、まあ、そういったところが、まあ、例えばこのファーウェイで言うとフリーバッツプロ2とかですね、上位モデルとの違いになってくるのかなと思います。ただまあ1万円台前半でね、これだけのサウンドが楽しめるっていう風に考えると、まあ、コスパ的にはかなり高いなっていう印象を受けてます。ちなみにイコライザーに関しては3種類のプリセットから選べるようになってます。通常ね、デフォルトです。さっきのバーチャル視聴もデフォルトになってます。あと低音強調と高音強調ということで、まあ、この3種類から選べるようになってます。まあ、バランスがいいのは基本的にはね、デフォルトかなっていうところですね。ちなみに今回のね、独自技術についてお話をしていきます。今回ね、独自技術としまして、アダプティブイヤーマッチングっていうね、 AEM っていうテクノロジーが入ってます。これによってですね、いつでもこの最適なサウンドを提供しますよということです。これがですね、この高価格帯モデルに、採用されているテクノロジーになってまして、この外自動の形状とか、装着状況をこのソフトウェアレベルで自動検知します。で、シームレスに音質をチューニングしてくれるということです。で、それはですね、この装着するこの直後、この時にももちろん入るんですけども、使っている最中ですね、使用中にもこの定期的にですね、装着状態をこの検出してくれます。なので、やっぱりね、この移動してたりとかですね、動いてたりすると、この装着状態っていうのもね、だんだん変わってくると思うので、まあ、そのまま状態に合わせて、まあ、常に最適なサウンドで、音楽を楽しむことができるということですね。これがですね、この AEM っていうですね、機能になっております。この前のモデル
ルと比較してですね、このイヤホン単体の質量が約 11% ですね。でサイズは 7mm 小さくなって、まあ、小型化軽量化して進化してます。であとね、こちらの充電ケースに関してもこの約 2.6g ですね、軽量化されています。であとイヤーチップに関してはですね、3サイズね付属してきます。まあ、通常こちらのですね、これ M サイズですね、シリコン製のイヤーチップになっていて、まあ、その他ね L サイズと S サイズが付属してくるということですね。でこちらのイヤーチップの素材もですね、この医療グレードのね素材が使われているということです。装着感としてはですね、非常にこれ優しくて、この圧迫感はないんですけども、しっかりとこの遮音性はね、適度にあるんですよ。なので、まあ、長時間使っていても違和感なくですね、使えるなっていう装着感になっています。で、あとですね、その他、機能性についてですね、こちらなんとマルチポイント対応しているということで、まあ、2台のデバイスにですね、同時に接続して、まあ、シームレスに切り替えながら使っていくことができます。で、このマルチポイントに関してなんですけども、この LDAC で接続中でも、マルチポイント使えますので、まあ、特にこの音質だったりとかコーデックの制限とかもなく、このマルチポイントを使うことができるっていうところも、ポイントかなと思います。ちなみにちょっとね、専用アプリの方見ていきましょう。はい、こちらが専用アプリになるんですけども、まあ、こんな感じでバッテリー状況が見れたりとか、ノイズコントロールですね、こちらも、選択していくことができます。で、標準くつろぎウルトラ、ここから選択ができますよというところですね。で、音質に関しては、イコライザーのところで、デフォルトと低音強調と高音強調を選びますよと。あとジェスチャーのところで、操作のカスタマイズができます。ダブルタップと長押しとスワイプですね、まあ、このあたりの操作のカスタマイズができます。まあ、左のイヤホンをダブルタップした時に、まあ、何の操作をするのかっていう割り当てですね。あと長押しですね、こちらでノイズコントロールを割り当てたりとか、できますと。ノイズコントロールに関しては、ノイズキャンセリングとオフと外音取り込みがありまして、オフはしっかりオフにできるので、ノイズキャンセリングと外音取り込みを、切り替えながら使っていくっていう風に、設定することができます。で、あとね、嬉しいのがですね、このスワイプですね、このスワイプにするとですね、こう音量の調節ができますので、まあ、イヤホン単体で、まあ、曲送り、曲戻し、ノイズコントロール、ボリューム調整、これができるということですね。操作性に関しても非常にいいんじゃないかなと思います。で、あとですね、この設定のところからですね、この低オーディオ遅延っていうね、モードがあります。まあ、これをしてあげるとですね、遅延が少なくなったりとか、まあ、接続の安定性がね、アップしたりしますので、まあ、場所によってもしですね、接続の安定性がちょっと気になるよっていう時は、こちらのモードをオンにしていくと、まあ、さらに安定感が高まるということになります。ではですね、続いて通話性能をチェックしていきましょう。ちょっとね、音チェックしてますね。はい、どうもこちら、渡辺です。こちらはですね、ファーウェイのフリーバッツ 5i で音声を収録しております。マイクの品質はいかがでしょうか？こんな感じで通話することができます。ちなみにですね、こちらのね、通話性能なんですけども、デュアルマイクノイズリダクション機能がついているっていうところと、ファーウェイ独自のですね、ディープニューラルネットワークアルゴリズムですね、この機能2つによって、ノイズがある環境でも自然な通話が可能ということです。ちょっとノイズ流してみますね。はい、今ですね、ちょっと通常マイクに戻しましたけども、こういったね、ノイズが鳴ってる環境で、このイヤホンで通話をした時の音はどうなるのかチェックしていきましょう。はい、こちらがですね、FreeBuds 5i でノイズがある環境で通話しています。音声の方はどうでしょうか？こんな感じで通話することができます。はい、ちょっと音質チェックしたんですけども、まあ、通常時の音声の方もかなりクリアになってますので、ビデオ会議とかで使っても、自然に使えると思います。で、続いて、ノイズがある環境での通話に関しても、まあ、ボーって結構ね、低い、ノイズがね、鳴ってましたけども、まあ、それもですね、自然にカットできていたので、まあ、ノイズ処理っていうところも、強力かなと思いました。で、あとですね、このバッテリーに関してですね、イヤホン単体でノイズキャンセリングオフの状態で約 7.5 時間の連続再生が可能となります。で、充電ケースと組み合わせると最大28時間のバッテリーとなっています。ノイズキャンセリングがオンの時のバッテリー持ちはこんな感じですね。ちょっとテロップで補足します。急速充電はですね、このわずか15分ですね、の充電で約4時間の再生が可能になっていますので、まあ、急速充電に対応しているっていうところもね、嬉しいところかなと思いました。で、使ってみて気になったところとしてはですね、まあちょっとね、一つだけ、機能としては、ワイヤレス充電、対応していないということで、基本的に、充電に関しては、こちらのタイプ C で、充電する必要がありますよというところです。はい、ということでまとめになるんですけども、いや、これね、完成度かなり高いと思います。やっぱりですね、ここ最近この完全ワイヤレスのイヤホンっていうのは、年々この価格が上昇していてですね、やっぱり2万円台とか3万円台っていう風になってくるイヤホンも結構たくさんあるんですけども、まあ、こちらね、ファーウェイフリーバッツ 5i に関しては、この2023年現在でもですね、1万円台前半っていうね、価格帯になっています。で、それでいて、この LDAC に対応している、マルチポイントに対応している、音質もいい、ノイズキャンセリングとか、この外音取り込み機能もかなり自然
然に使えるっていうところで、機能もりもりついてるっていうところで、まあ、費用対効果をですね重視してこの完全ワイヤレスイヤホンですね、選んでいきたいという方にとってはかなりいいんじゃないかなと思います。1万円台前半でなるべくこの機能もりもりでね、使えるワイヤレスイヤホンですね探してるっていう方は、チェックしてみてください。こちらねすでに発売中となっております。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。